左沢駅は山形県西村山郡大江町大技左沢あ前田にある東日本旅客鉄道あてらざわ線の駅道線の終着駅単式ホーム一面一線を持つ地上駅である留置線が一線ある行き止まりの配線となっておりあてらざわ線の線路は構内で途切れている線路脇の空き地はかつて貨物を扱うための設備があったところである 2002年に供用を開始した現在の駅舎は大江町交流ステーションとの構築である。円柱の上に円錐が乗っているような場所のあたりが交流ステーション。写真右手の平屋が表に出ている部分が純粋な意味での駅舎となっている。交流ステーション内には朝営の売店や大江町で毎年9月に行われる大江秋祭りに関する展示ホール。 防衛町の商工会、会議室、多目的ホールが入っている。純粋に駅舎として使用されている部分には、出札窓口や、待合所などがある。佐賀駅が管理し、JR 東日本東北総合サービスが受託する、業務委託駅。緑の窓口が設置されているが、自動券売機や自動改札機は設置されていない。早朝、夕方以降は、無人となり、 ワンマン列車において、乗車時は車内で整理券を取り、降車時は運賃箱に切符や運賃を入れる。駅前広場が整備されており、山高バス業などの発着もある。2021年6月に JR 東日本が立地自治体の大江町に駅の無人化の移行を伝え、同年11月からは大江町による簡易託駅に移行し、係員は引き継ぎ配置される。 また、切符販売などの窓口業務の継続や、営業時間の延長なども検討している。最終列車は、旅客扱い終了後、夜間退泊は行わず、佐賀駅構内のアテラザー線営業所に改装される。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は243人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。周辺は、 大江町の中心部で民家や商店等が立ち並ぶ。町は当駅を中心とした観光の促進に取り組み、駅前には主な観光地への地図等が整備されている。ありがとうございます。